9人で食べたわけですよ。ナズリさん、キュピと遊んだんですけど、今日。伊勢エビを単体で頼んだんですよ。スイレがね。1個だけ。この、じゃ、とまあね、この時間になぜ配信を始めたなんですけど、今日ね、V スポメンバーと遊んでたんですよ、実は。4人で遊んでた。まあ今日不良だったんでね、ちょっとさっきまで遊んでて、まあ今帰ってきたところですよ。帰ってきて、まあみんなに会うかと思って、すぐ配信をしているわけです。やーそういうことです。スズメの、なんだっけ、戸締まり見ました。すずめの戸締まり見ました。一個ガチで、おもろいことあって。なんか自分で話すのも不服な話が一個あるんですけど、ご飯を食べに行った時にね、4人で食べたわけですよ。ナズリさん、キュピと遊んだんですけど、今日、お店に入るじゃないですか。したらなんか、単品で頼むか、コースで頼むか、迷って、全コースじゃないといけないんですかねって話になったんだけど、いや、全然、全コースじゃなくて、一人だけコースで、あと単品とかでも大丈夫ですよ、みたいな話になったんよ。キュピとナズちゃんは、コースを頼んだんよ。リサちゃんは、なんかお肉のセットを頼んだね。スイレがなんか、伊勢エビを単体で頼んだんですよ。スイレがね。一個だけ。したら、なんか知らんけど、店員さんが何回も聞いてくんの。ちょっと待ってくださいね。コースが、2名様。それと、お肉の、ライスセットが、1名様。で、お客様は伊勢海老の単品ですよね？はい！単品です！単品ですよね？あ、単品です！単品ですよね？こんな確認するみたいな。そんな確認するかなみたいな。すっげえナズちゃんと、リサちゃんがクスクス笑うの。もうめっちゃ笑うの。うわ、単品伊勢海老なやつおるみたいな。コースで頼めよみたいな。結局3回くらい確認されて、すいません。単品ですよね。こんな聞かなくてええよみたいな。恥ずかしくなった話。え？変なことしてますかこれみたいな。でも聞いたもん、その後そういうの。あんまり単品でこれ頼む人っていないんですかって。まあ、いるにはいますって言ってたから。なんでそんな確認されたのかマジでわからん。しかもね、コースにも一応入ってたんだけど、ちゃうんよ。お肉とか他のものは食べたくなかったよ、気分的にね。コースはいらないの多いわ、みたいなって。単品で頼んだら、単品ですかって。なや、単品が悪いんか足りるんかなって思っただけじゃない。そう、多分ね、量めっちゃ少なかったから、足りるんかなの方だと思う。みんなが、なんか、サラダとか食べた後とかにスミレがドンってエビ出てきて、スミレはエビをめさぼり食べてましたよ。腹減ってきたわ。でしょう。スミレはなんとさっきまでじゃがりこを食べていました。ふん。この食べ終わったじゃがりこの食べたお箸の音が聞こえるか？このじゃがりこを食べた後の箸の音が聞こえるか？お前たちに。美味しかったよ。とっても。